で立て続けにですね自衛隊の話をボロボロボロっとこうやったらですねあのお客さんたちからもいろいろお話をお話をというか質問を受けたというかまあ皆さんやっぱり言ってること一緒で「中国軍やばいよね」みたいなあの「あれ攻めてくるとやばいですから自衛隊はなんな何を揃えるべきなんですかねいくらさん」みたいな風に聞かれたりとかするんだけど揃える減ったくりの前にまずは法律をどうにかし 法律どうにかしろーみたいな、まあ、だ憲法どうにかしろの方が重要なんだけどあとはハードウェアどうのこうのよりもサイバー戦だろう <laughs> 今はサイバー戦に備えなきゃいけないんですけどね、うん、そっちの方が重要ですよ。あとやるべき こと何って言われたらよく皆さんが中国軍って言ってるのはあれは一体何なのかって言うと人民解放軍のわけで人民解放軍って何なのかって言うとあれは中国という国の軍隊ではなくって共産党の軍隊ですよあそこはね国に軍隊がないの共産党に軍隊がある共産党のために働く軍隊があってそれでおしまいなんだよはいおしまいみたいなねだからアメリカみたいにこう何重にも武力 を振るこう組織とかがいてそれで均衡を保つんじゃなくて共産党という一番トップがあってそのトップが全てを決めるんだからえ共産党の下に人民解放軍っていう軍隊があるんだよ国民のための軍隊じゃないんだよ国民を抑えつけるための軍隊だったりするわけだから実は外国に対して戦う軍隊ではなかったりするんで、<laughs> だからそこのところ承知の上で策を練らないといけない 軍隊をこう整えるんだったら敵は誰で,でそういうのがどう攻めてくるだろうからそれに対してどう守ろうっていうそういうのをこう考えてそれに最適化したプランを立てないといけないわけじゃん。でそれに最適化したプランそれとは別にこうだろうと思ってたのとは別の方向から来た時それからさらに別の方向から来た時にも対処できるようにプラン B プラン C があるみたいな風に やっといてそれこそあの正しい国防のあり方だと思うんだけど、だから相手のことを知らないとあのやりようがないんだよ。だから人民解放軍を相手にするっていうことであれば、人民解放軍の特性を知ってそれで対処をしなきゃいけないんだよね。でさっき言った通りあれは国の軍隊じゃなくて党の軍隊、共産党の軍隊だっていうことをあの理解して考えれば。 今ののの自衛隊の在り方っていう,のこう変わるわるけだよ、ね、であ,のあとは、えー、自流に合わせてサイバー戦に備えるというのも必要だしあとは、えー、自衛隊が宇宙軍作るって話は一体どうなったんでしょうね,あれはね宇宙軍というか宇宙空間でどういうふうなことをやるかっていうのもそれもよくよく考えておかないとあそこはまずいですね。有事のの際にには即座に、えー、敵のこの衛星を全部 蹴散らすっていうことをやられたんじゃかなわないんでだから宇宙にも目を向けとかないといけないわけですよ海ばっかりじゃないんですよなんとか島のところに何何が来ましたみたいなそれだけじゃないわけですねとあとは人民解放軍強えのっていうとデータだけ見ると強そうに見えるんだよね戦車が何両とかさ船が何隻で総トン数がいくつでとかここの数字だけを見ると うん、強そうに見えるんだけど、あそこはね、さっきの戦争の時の。なんだろうな、あ、あの時は国民党軍だったんだけど。えー、あの時の気質っていうのは、多分ね、今も。変わらない、あの軍隊が軍隊としての。本来の体を。なして。ないんだよね。個人個人を寄せ集めただけだから。えー、都合が悪くなると、みんな。蜘蛛の子を散らしたみたいに、うわーっとこう。逃げちゃう。だから。お前らやばいぞっていう雰囲気。を。 さえ作っちゃえばあそこはあの一気に崩壊する軍隊なんだよ。あそこは一人っ子政策をずっと続けちゃったから一人っ子軍隊なわけですよ。一人っ子軍隊はどうなってるかっていうと実家に帰ってで休暇過ごしてそれで軍に帰る時に親からなんかなんて言われるかっていうとやばくなったら逃げてくんださって言われてるに決まってるじゃん。<laughs> 一人っ子を殺されてたまるかってんだよねだから。<laughs> みんな有事の際には逃げる準備してるよ全員が。<laughs> で情報が入りやすいのは上官なわけじゃんでそれを下の方だって分かってるから上官が逃げるような素振りをするとみんな一気にうわーって逃げる <laughs> うわーってだからそういう軍隊なんだよ。で一方で自分たちがあの勝てるってなると勝ちに行くような。 で、取れるだけ取ってであの女がいたら合姦してってことを当然彼らをやるわけだけども、えー、それだと強い軍隊でないといけないんだよで強い軍隊にあの人民解放軍がなるかっつったらそれもなんないだろうなって思うんだよね。でなんでかって言うとさ本当に強い軍隊を作ったとするじゃん。本当に強い軍隊を作るとあの国はどうなるかって言うとクーデターが起きるよ。 軍事クーデターが起きる。マジに強い軍隊ならああでマジに強い軍隊を作っちゃうとクーデター起きるなってのは共産党だって分かってるから、うん、でも対外的には強い軍隊があるぞっていうふうに見せとかないといけないんでうんばいがなかなか難しいなと習近平も思ってるんじゃないのかね。まあ、こういうふうにですねただ単に、えー、強そうに見せかけているだけなんで実際にはあのどうにもこうにも。 越えられない壁がいくつもあるんでそういう相手だというのを承知しておくとで、自衛隊はどうすべきかっていうと人民解放軍と仲良くしておくってよくね <laughs> 人民解放軍の制服組と仲良くなってそれで、えー、あなた方がこういうクーデターを起こしたらうちの自衛隊はこういうふうにバックアップすることもできなくもないよねみたいなことをあの。 ダイレクトに言っちゃダメだよダイレクトに言っちゃだけどそういう風な雰囲気のことをモニョ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 モニってやっとくと向こうの軍隊の偉いさんは結構その気になっちゃうと思うよだってさ、さっきも言ったけどさ共産党があってその下なんだよ軍ってのはで軍の中で一番偉くなったとしてもでも共産党より下なんだよ面白くないじゃん 自分が上になりたいじゃんで共産党より下ってことはさ共産党のご機嫌を常に取っとかないとどこで何されるか分かんないんだよ軍隊でいくら偉くなったって危なくってしょうがないじゃんそうやったらあのクーデター起こすかっていうのを、えー、それは誰しも思うがな、うん、だけど現実味がないからおとなしくしていくしているってのが 向こうののの軍隊の偉いさんたちの本音だと思うんだだよねだからそこで自衛隊からあの自衛隊でもいいし米軍でもいいしそこからこ,こ,こうはどうああはどうこういうやり方もあるよあ,あの共産党の幹部の情報あるんだけど聞いとくとか <laughs> こういうのこうポロ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 軍に出してやるっていうのがなかなかどうしてあの日本の国防にはいいような気がしますよ。 あのただ単に、うん、正面兵器を持ってるだけじゃさそれじゃダメでさそうじゃなくて別ルートであのことを考えていくっていうのは、うん、いいんじゃないですかね。<music>